よいしょ。はい、おはようございます。いつですね。今日も自宅動画となっております。今日は別に買ってきたわけじゃなくて、手料理っていうか卵かけご飯が食いたいなと思ってで、まあそんなね、調理がないんで、今回はキッチンシーンは割愛してね、ご飯は今炊いてあるんで、料理の方持ってきますんで、少々お待ちください。ってことで、今はこんな感じで持ってきました。一応ね、今回お米が6合で、生卵がね、10個入ってます。青さ、つお節、納豆、揚げ玉、わさびか。普通の醤油と、卵かけご飯用のお醤油を買ってきました。いろいろ味変しながら楽しんでいこうかなと思っております。早速いただきましょうか。いただきます。とりあえず、いただきます。まあ最高でございます。最高だ。お醤油全然足んないな。お醤油、やっと。食べ方難しいな。すげえ難しい。いや、ほい。うん、うん。これ試してみようかな。卵かけご飯のお醤油。開いてね。全然違うかな。見た目は変わんないけど、匂いも分かんないな。うまっ。だしが効いてんのかな。すげえうまい。うまっ。とりあえずね、どうしても食べたくなったから、どん兵衛も買ってきた。汁物が欲しくて。ちなみに僕はね、天ぷらは後乗せサクサク派。はぁ、うまっ。よいしょ。やっか。うめぇ。とりあえず、鰹節食べようかな。個人的にはもしかしたら、卵かけ醤油専用のお醤油は、だしが入ってるから、なんかトッピングするんだったら普通のお醤油の方が合いそうな気がする。いいよ。ほい。あ。うまそう。よいしょ。間違いねえな。うま。うま。卵かけご飯ってさ、サラサラ食べられるから、あっという間に終わる気がしちゃうんだけど、ちょっとね、こうやってトッピングを加えてあげるだけで、食べ応えとか満足度はすごい上がる気がする。あ、米出た。うん。じゃ続いてこの岩海苔。うん、初めてやったけど、僕は断然鰹節より好きかもしれない。うん、はあ、納豆、納豆、卵かけご飯の時はついてるタレとかね、からしは僕は使わない派です。皆さんどうなんだろう。ほい。うん、全体的に、いいやつ、うまそう。納豆卵いただきます。うまあ、まあまあまあ、うん、最高だな。うまそう。また岩のりもこれいいね。うん、めちゃめちゃ合う。これこの感じ、卵足りなくね。したらとりあえず次、揚げ玉。こっちでいいのかな。揚げ玉用意はしたけど、食べ方がわかんない。食べたことない。このまんまいいかな。いただきます。
ま、入れたての揚げ玉がね、サクサクしててね、いい。アクセントいい。そろそろ天ぷら入れないと。よいしょ。後乗せどころかうどんなくなっちゃうよ。忘れてた。これはわさび。一応用意した味変の中では最後か。わさび。結構ね、あ、入れすぎたかもしれないけど、まあいいか。あんまり。やる人少ないと思うんですけど、これがね、すげえ合うの。よいしょ。うまい。わさび、あ。やっぱね、好きだわ。僕はすごく好き。ちょっと醤油多めにかけてあげるとなお好きかも。うん。ちょっとね、あの卵足んなかったから持ってきた追加で。よ。ちょっとこれでもね、足んなそうなんで、お醤油かけて全部一回混ぜちゃいますね。よ。おほ。いいよ。混ぜてみると下にめっちゃ卵溜まってるから意外にちょうどいいのかな、これぐらいで。よ、こんな感じかな。うん、うん、うまい。やっぱり卵かけご飯醤油だけあって、トッピングとかあんましないときはこれすごい好き。卵かけご飯で食べるんだったら最強の醤油だと思う。うん。うん。やっぱりこれ、卵は足りないかもしれない。トッピングの中でね、僕ちょっと一番好きだったこの岩のりも、あ、痛い。岩のりもかけていこうかなと。全部いっちゃうか、これ。いやこれがね、めちゃくちゃあったの。すごい美味しかった。どん兵衛ってこんな麺長かったっけ？すげえ吸い疲れするんだけど。やっぱりいつものごとくね、いくら卵かけご飯でも終わり際になるとね、お腹いっぱいになってきた。ごちそうさまでした。今回ね、まあ卵かけご飯を食べたかったってよりかは、あのね、ネットでこの卵かけ専用っていうか、卵かけご飯用の醤油をね、見つけてこれで食べてみたかったから、今回ね、ちょっと作ってみました。普通の醤油よりも甘みとかね、旨みっていうか、あと出汁とかも入ってるから、そのまんま本当にトッピングとかなしでもすごい楽しめる醤油だった。まあでも、そうやってトッピングするんだったら、僕個人としては普通の醤油で食べた方が合うかなと思いました。一応ランキング的には1位が岩のりで、2位が納豆、3位がわさびかな、個人的には。卵かけご飯ってね、皆さんも
好きなトッピングとかいろいろあるかと思うんで、もしね、僕が知らないトッピングがあったら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。じゃあね。